こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。今日は重大な発表があるわよ。何？ついに建造中だった空中要塞が完成したのか。違うわよ。なんと、ついに武器屋のお姉さんが現実世界に召喚されたのよ。異世界から現実世界に転生だと。皆様のおかげで6万人を突破するチャンネルに成長しました。ちょうどこのタイミングで公式グッズのサイトがオープンしたのです。概要欄にリンクを貼っておきます。なんてことだ、ついに私たちが現実世界に召喚とはね。武器屋のお姉さんグッズは大阪の印刷会社さんが運営しているサイトで扱っています。工場で製造され、そのまま全国に発送されます。こちらは専用のグッズ販売サイトになりますので、こちらから購入してください。専用のサイト？このサイトでしか武器屋のお姉さんのグッズが買えんということですか？そうよ。グッズ販売ではブースやすずりなどが有名ですが、手数料が高く値段が跳ね上がってしまいます。ですので他のサイトでは販売しない予定です。なるべく価格を安くするための措置ってことか。いろいろ迷ったんですが、独自路線で行くことにしました。確かに値段が安いに越したことはないのか。工場さんと直接やり取りをしているので、ある程度グッズのオーダーメイドが可能です。何かこういうアイテムが欲しいなどの細かい要望があれば対応することもできます。ユウちゃん帽も作れるのか？それは無理ね。丸太とかが必要になるから。ダメか。少しずつ商品の種類も増やそうと思っています。早速公式サイトへダッシュして好きなだけ買うがいい。今回のグッズ販売を始めるにあたり、グッズ用のイラストを描いていただきました。新しく描き下ろしたイラストってわけですかい？じゃん、これです。これはグッズにしたらあかんやつですよ。間違えたわ、これです。めっちゃ強そうな勇者がいるぞ。そしてこれが私のお店の外観だったんです。これがお姉さんのお店の外観ですと。最近はこの店が空飛んだり変形したりするからな。一体どうなっているのか。エクスカリブアーもグッズにしました。エクスカリブアーはフリー素材なんですが、グッズにするための権利を買ったのです。エクスカリブアーの権利は3000円もしたんだ。でも単品でグッズにしても絶対に売れないと思ったから、私のステッカーとセットにすることにした。エクスカリブアーは実質110円ということになります。安すぎる。ステッカーはなかなかおすすめでして、質感もサイズ感もいい感じなんです。こうやってスマホやモバイル端末に貼ってもいいし、ノートや手帳に貼るのもいい。自作 PC のパーツとかに貼ったらめっちゃ映えるよ。ゲーム機などに貼るのもいいかもしれません。割と丈夫な素材でできており、剥がす時も剥がしやすいです。紙でできたシールと違って簡単に破れる素材じゃないからね。今回の目玉は C デザインのアクリルキーホルダーになっています。これをカバンとかにつけて秋葉原やコミケなどを練り歩くのが今年のトレンドになるな。なったらいいわね。というわけで、グッズの宣伝動画でした。鑑賞用、保存用、実用用、布教用の4つが必要だ。そんなにいらないでしょ？鑑賞、保存、実用の3つくらいかな。まあそんなもんかな。冗談ですよ。それでは一度、公式サイトへ足を運んでくださいませ。私のステッカーを買うのだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。